はい、みどぶさん、こんばんは。こんばんは。はい、今日は神様カードの、受講をさせていただきましてありがとうございました。いえいえ、お疲れ様でした。非常に楽しかったです。ありがとうございます。これね、神様カードっていうのは、はい、とりあえずまだみんな知らない方もいらっしゃるんで、はい、どんなカードかっていうことをちょっと説明していただけますか。古事記に出てる24柱の神様がここのカードに載ってます。で、すいません、カードが画面から見えてないので、そっち、うん、だいぶ遅れて出てくるけ、なんかそれね、そうそう、 Facebook のページ見よるからですよ。Zoom の画面に切り替えてください。まず Zoom の画面に切り替える。そう、今すぐ読み入れたらいいよね。ちょっと待って。ズーム見よるでしょ。ズーム見よる。スケジュール参加にしたら番号がいるんやね。共通ファイルとかなんか見よったとこあるでしょ、ズームの。あ、見よったとこ。そこから入ったら、ちょっと待ってください。ここから入ったら入れるのかい。だって今、ズーム入っとうで。はい、と、これでですか。ええんやけど、いえ、逆。そう、顔のそっち側、うん。はい。今、フェイスブック見よるやろ。いや、ズームにしたで。あ、見よる、ほんだら、これもう。見よる。自分の画面見えてます。見えます。あ、ほんだらいいです。はい。なんか、タイミングがなんかずれるけん、なんかあれやけど、だいぶ違うけど。違う、で、Facebook 止めてください、ほんだら。Facebook を止めたらいいんですか。はい、止めてください。すいません、皆さん、Facebook ライブと今練習しながらやってますんで、すいません。で、Facebook のことはもうちょっと今置いとって、はい、Zoom に集中してくださいね。はい、はい。これだったら、クイックレスポンスに伝わるでしょ、今。はい、そうですね、はい。はい、はい、はい、改めまして。はい、みどぶさん、ちょっと神様カードのですね、はい、どんなものかということを皆さんにちょっとお伝えいただきたいんですけども。はい、わかりました。古事記に出てる24柱の神様がこのカードの中に入ってます。で、これは雨のうずめの御事っていうんですけど、とっても可愛らしいでしょう。この絵に窓を入れて入ってしまったんですけど、このオレンジのカードがにぎみ玉のカードで、この青いカードがあらみ玉のカードで、まあ、24柱で、にぎみ玉が24枚とあらみ玉が24枚、全部で48枚の上に、アマテラスさんだけが、あとプラス2人して50枚のカードでできてます。で、まあ、日本人でありながら、やっぱ神様のことを知らないのでは、まあ、東京はオリンピックがあるというのも恥ずかしいことで、まあ、こういう、ものをしながら神様のことを知ってほしいっていうことでカードを、まあ、最初は作ったんだと思います。で、まあ、その中にだから四柱推命の占いとか気学とか帝王学とか陰陽学とか陰陽五行とかが入って、まあ、いろんな鑑定ができる。だからその人の性格とか素質とかも出てくるし、まあ、それだけじゃなくてやっぱ自由にも乗らないかんから、どの時期がいいわとか、まあ、これから先のことも占えるっていうか、まあ、そういうのがまあ、よくできている、まあ、これ作った方がすごい方だと思うんで、私はまあ四柱推命の鑑定士なんですけど、やっぱりそれ勉強するのにもうそうね、5、6年ぐらいかかったんですけど、その小坂克也さんっていうんですけど、その人はわずか2、3年ぐらいでその勉強を全部してしまって、やっぱりそういう仕組みを作ったっていうんでは、まあ、相当賢いんかなと思って、まあ、でそれも誰にできもできるように簡単にしてくれてるんで、あ、そのカードを使ってね、カードを使ってと、まあ、生年月日を使ってと両方から、うん、まあ、読み解けるようにしてるっていうのではすごいんじゃないかなと思います。まあ、でも綺麗なお姫様がいっぱいいらっしゃいますので、まあ、顔を眺めながらどのお姫様かなって見ていくのが、はい、まあ、一番いいかなと思いますね。最初の頃はやっぱり
カードとも、まあ、神様のことも知らないから興味もなかなか湧きにくいんですけど、これも少なびこの、ちょっと上に上げてもらっていいですか。少なびこの巫女と言って一寸法師ぐらいちっちゃい巫女で、少なびこの巫女とか名前ついてるんですけど、うん、まあそういうなんていうかな、説明も加えながらで、うん、まあ覚えやすいように作られてます。でまあその今までの神様の生い立ちとか、まあ、それからどこの神社にお祭りしてるとか、まあ、そんなことも一緒に載ってますので、まああまりね日頃知らないからこういうカードで名前を覚えて神社巡りもいいんじゃないかなと思います。あ、で前に似してる神社に一緒に行ったと思うんですけど、うん、あそこはつくよみさんをお祭りして、つくよみさんって月の神様、うん、夜の神様、うん、で天照さんが太陽神で、まあ、昼間の神様っていう、うん、まあ、そんな感じで、まあ、表してるんですけど、まあ、絵を見るだけで楽しいですしね。そうですね、もう絵に惹かれて入ってしまった。やっぱり女性ならではの惹かれ方ですね。でも絵描いたのは男性ですよ。男性若い男性、持田さんとかいう若い男性が描いてるんですけど、とても、ほんで、まあ、これはどのように使ったらいいんですか、日頃使うのは。日頃使うのはだから、まあ、人のことも見てあげられるし、自分、まあ、一番は自分のことが気になると思うので、なりますね、うんうん、で50枚のカードを、うん、まあ、揃えて、まあ、混ぜて切ってもらうよ一回。あ、そうや、僕もこれね持ってます、こんな感じですよね、うんうんうん、そうそう、この50枚のカードをちょっとよく混ぜてもらって、うん、切ってもらって、はい、でその中から毎朝、うん、自分のことだったら、まあ、1枚引き、うん、適当にこの中から1枚引いてみる、はい、明日の運勢はどうかなみたいな、うん、お仕事うまいこといくかな思ってこう1枚引いてみる、うん、でこの大国主の御事が出てきます。あ、そしたら、うん、この本に全部説明書きが載ってるんですけど、うんうん、大国主さんいたらどういう人や、でこれ、うん、青いから荒御霊なんです、うん、そしたら大国主の荒御霊のところ、どこやろうか、大国主の御事、44ページにある、こんな感じで、うん、右御霊と荒御霊両方載ってるんです。うん、でとりあえず荒御霊が出たから、うん、荒御霊、修行の時、試練があなたを強くします、うん。あなたは特別なものを得ようとしています、うん。しかし目標が高ければ高いほどその障害も大きいものです、うん。その試練を乗り越え、最後まで努力を重ねてください。今根は張る時です、うん。大木が折れないのは土の中で立派な根が張っているからです。目に見えない準備期間があるのです。だから今は準備して勉強せという時期らしいです。私自身が。ああ、荒御霊がこういうもんなんですね。はい、で荒御霊がね、でこれが、はい、まあ、例えば準備がちゃんとできたらどうなるかって、こう荒御霊呼んでみますね。荒御霊っていうのはちょっとこうあんまり良くない、良くない言うたらどの言うたらいいかな、うんうん、だから修行の時荒御霊言うたらいいことが起きる、荒御霊言うたら悪いこと、はい、だからまあ、なんていう、夏が来たら風が吹いたらすごい気持ちがいいでしょ、涼しくて気持ちがいい、うん、それが、うん、吹きすぎたら台風になって大変なことになるっていうのが荒御霊なんです。だから軽いそよ風だったら逃げ御霊みたいな。同じ風でも、そう、同じ風でも強さによって違いますとか、まあ、その、ね、台風が起きることは良くないけど、まあ、それによってまた、あちこち家が壊れよったら直したりとかして、また良くなるからっていう、だから先に良くなるようにっていうで、これを変えたらまた良くなりますよっていう、そういう暗示みたいやから、決して本当に悪いわけではない、直してくださいよっていう意味なんです。ほんなら、こういう修行の時を経て、次が、荒御霊があって、その。良くなりますよ、だから何もせんとはうまくいきませんよ、うん、とりあえず修行の時期を乗り越えたら良くなりますよっていう、そういうことやから、あ、まあみんな当然ね修行せんといかんし、何でも仕事でもね、だからまあそういうことで、まあ足らんからもうちょっとしてくださいって、まあ、その今だったら倒れそうなけど、根を張ってからもっとが頑張ったら大きくなりますよって、そういうことを言ってるんだと思います。ほんでその
ええー、時の分があるんですね、ここの横に。あ、そうそうそう。ね、いい時のが、だから好機到来、今までの苦労が報われます、うん。おめでとうございます。身も心も充実し、好機に恵まれるでしょう。まさに緑の時です。目の前のチャンスをつかんでください。数々の試練を乗り越え、勝利を目前にしています。多くの人があなたを支え、力を貸してくれるでしょう。だからこんな風に変わっていきますよ、と。だけど努力の時期やから努力してくださいよ、っていう、うん、そういうことなんです。ああ、だいいものと悪いものがまあ2種類がこの中のカードに入ってるということですね。そうそうそう。で悪くても良くてもこう引いたらその時々のその日、うん、その日のこう、うん、心構えというか、うん、そういうのが出るということですね。うん。うんうん、だから決してそんな落ち込むような悪いカードは出んから。うん。うん、まあ、今日はなんかこう仕事でちょっと決めたいなとかいうのがあったらどうかなみたいな感じで、うん、誰かさんは実験教室行ったら明日お客さん陽気来るかなとかいいカードが出たから喜んでいけるみたいな、何にもなくていくよりいいカードが出たらルンルンっていう気持ちでいけるっていう、うん、そしたら仕事もうまくいくだろうっていう、そういう意味で事前にカードを引くのもいいんじゃないかなと思います。あ、そういうことね。でまあ自分は1枚引きやけど、うん、友達とか見てあげるんだったら3枚引きにして、うん、現在、それは相手の人、お友達に引いてもらうけど、現在と課題と未来って3枚引くんです。あ、これでまたこう、うん、切って、クーッとカード、トランプのようにバーッとして、3枚を引いていただくというか。そうそうそう、3枚引いてもらうんです。うん、でうん、まあ、現在は、荒み玉が出ようが、にぎみ玉が出ようが、うん、現在はどっちにしても変わらないから、うん、そのまんま、うん、で課題を引いた時に何が出るか、うん、でまあ、例えばこれ今のまた奥犬主の見事が出てしまったんやけど、これやったら荒み玉が出たら何て言う、課題を乗り越えたらいいのが出ますよ、んで両方読む、荒み玉を読んでにぎみ玉、うん、でそれからもう一枚引いて、今度は未来のカードでどうなりますでしょうか言ったら、アマテラス大神が出まして、うんうん、まあまあ良くなりましょう、 H とかって出てるから、うんうん、まあ、知恵を授かるとか、まあそういう意味だと思うんですけど、うんうんうん、そういうふうにして、まあ、先も見てあげる、うん、でこのカードのいいところは、普通はこうリーディングでいろいろ考えて言ってあげんといかんのですけど、うんうん、もうこのカードのいいとこはこの本に書いてることだけを読んであげてくれって、はい、そしたらみんなそれぞれ問題があって、まあまあ問題をこう投げかけてくれとるから、それに対してカードを引くから、うん、じゃあその出た答えを聞いて、うん、なんかこう感じるところがあるね、みんな。だから自分で答えは言います、みんな。まあコーチングみたいなもんですか。もう本人が持ってるよと答えは。そう、持ってるのをこれを読んであげると気がつくというか、うんうん、気づきがあるという。そういうことです。ああ。だからこう間違いとかいうのは出てこないと思う。自分で考えて自分で答えを出すから。うん、あ、この文章の中から自分がこう感じ取れるとこをこうピュッとこう出てくるんですね、読んであげると。そう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 。でやっぱ自分で引くから自分に合うようなカードが出てくるから、うん、とんでもないようなカードを引くことはまあまあめったにないです。あ、やっぱりその引き寄せ運は起こってるんですね、その時々で、うん、と思います、と思います。あ、うん、だからまあ素晴らしいですよ、この神様カードには。まあ、ただよくあるんは、子宝に恵まれますよって言ったら、はい、そのままやったら男性が子宝に恵まれせて、とか思うけど、はい、いやいやお客さんが増えますよとかね。ああ、その子がね、うん、あ、そうそう、お客さんだったりね。だからそんなんはちょっと言うたげんといかんのかもしれんけど、うん、まあ、そのぐらいで素直に受けてもらったら、うん、答えが出ると思います、うん、まあ、元気になる材料に使ってもらったらいいし、まあ、一番いいのはそのなんて、まあ、女性なんかはこういうの大好きやから、うん、友達になりたいわ思うときにこういうのをするとか、うん、まあ、お客さんとこ訪問して、いやでも訪問するけど今日用事もないし何話そうかなと思うときにカード持って行って、はい、やってあげたら話が弾むっていう、そういう、まあ、ツールに使うにはものすごくいいと思うんです。ああ、そうなんや、うん、やっぱり女性ならではの、うん、
と思います。やり方、俺ら男性はついついこういうの、うん、知らなかったんで、うん、だから私たちもみんな施術に来たりとかメイクに来たりとか、まあ、するんですけど、はい、した後にいやあのちょっとカードしてくれんとかよく言われるんで、まだまあ引きましょうかって引いてあげたりとかはします。でもなんだったらもうそんなの気になっていかんのだったら自分したらどうですかって最後に言うんです、うん、これいくらするんですかこのカードって。これはね4980円の消費税で5420円かなんかそれぐらいだったと思うんですけど、うん、そんな高いもんじゃないからあほんまやね、占いにもらうにやっぱり5000円とか1万とか払っていくんだったら、うんうんうん、他に毎日でもできるから自分で持っとったらいいんじゃないかなと思います。まあ自分もそうやけど他人にもしてあげれるよね、うん、そうそう、でも仲良しになるツールに使ってほしいです。ああ、そういうことね。うんうん、うん、潤滑剤ああ神様が縁をつないでいくかもしれないですね。そうそうそう、うん、でやっぱりそのいろんなカードあるけど神様のお告げやからやっぱり神様のお告げとしてみんな聞くから、うん、ああよかったなみたいな感じ。ああそういうことね、うん、だからめちゃめちゃ悪いもう崩壊して終わってしまうみたいな、うん、あのそんなカードは出ませんから。だからもう元気のもとでぜひ使ってほしいですとか思って。わかりました。でね、うん、あのもう夜も遅いねあれなんですけど、はい、あの溝口さんはこういうのをズームで勉強会いうかこうちょっとお茶飲みも含めてもう今日僕も参加してまあその後飲み会があってこうやって飲んでちょっと酔ってるんですけどそういうのをやってるんですよね。 毎月1回毎月だから1回、ね、第2週の土曜日の8時から夜の8時から、まあうん、ずっとしてる人はやってるし、はい、で最近はやっぱ初めて入る人が、意味がわからないからね、うんうん、意味がわからないし説明する時間が足らないんで、うん、第1週目の土曜日に初めての方には入ってもらうようにしたんです、うん、あそういうふうにしてるんね、うん、だからまあ、あの誰でも入って、ね、イベントページに載せてますから誰でも入ってくれたらいいですし、やっぱり、うん、まあ、初めての人ってそんなにたくさんいないんですけど、うんうん、まあ、入ったら親しみを込めて話ができるんと、やっぱあの人数少ない方がコミュニケーションは飛べるんで、それはね、また分かんないから質問もしやすいよね、人数が少ないだけ。そうそうそう、うん、だから第1週の土曜日の8時から、まあ、9時まで神様カードで9時から10時まで飲み会してますから、うん、まあ、それ入ってくれたら、うん、まあ、人間性とかもみんなちょっと話したら分かるんで、うん、で、まあ、気に入った人は第2週目の土曜日に続けて入ってもらったらどうかなと思ってます。あ、そう、月に2回初心者用とちょっと気心知れというか、まあ、ちょっと使ってる、うんうん、カードを持ってたり使ってる人用にさらに深くとかいうことでやってるんですね。はい、そうです。あ、まあまあ楽しいですのでね、ぜひよかったら入ってほしいと思いますし。そうですね、気兼ねがない会ですので、今日もねいろいろとこの、うん、いろいろ話、神様の一人一人の特性とかなんか教えてくれましたよね。やっぱりみんな知らないから、まあ、ああいうのも興味があるし、うん、そんな話の方が多分どんな神様かに覚えられるかなと思いますね。またその後のね懇親会もなんかこう、うん、ビール飲む人は飲んで、ウーロン茶の人はウーロン茶とかして、うん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 、今日もマレーシアのね、在住のいうかこう人がね出て、ちょっとマレーシア事情もお話聞けたりね、しましたよね。うん、いろんな話聞けるし、まあ、分からんことがあったら質問したら答えてくれる人もおるんで、まあ、それはいいですね。やっぱりこう、まあ、聞きたいこともこう投げかけたら教えてもらえるっていうのもあるんで、やっぱりね、長年生きとる人がたくさんいらっしゃいますからね。はい、まあそういうことでですね、今日はちょっと溝口さんのズームの勉強も兼ねまして、Facebook ライブとはこういうものをやってみようということで、今、もうすぐに練習もなくですね、いきなりライブをやってみました。どうですか、溝口さん。もう流れようでしょ、うん、うん。ね、なんか楽しいですね。まあ、後でね、ちょっとまた見とっていただいたら、どういうふうに画像が映ってるかっていうのは見えるので、
そうですね、はいはい、うん、見てみます、はい、まあ、またね、そんなんでちょっとまた、ライブなんかもやって溝渕さんの、はい、まあ、あのいろいろと何をやってるかですね、またお聞きしたいと思いますので、はい、今日は神様カードの、まあ、どんなことやってるかいうことと、実際に Zoom を Facebook ライブでやろうということでやってみたということでございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ、ライブにつきましては一旦切りますので、はい、皆さんさようなら。皆さんも言ってくださいね。はい、ほんだ止めます。ほんだね、またね、ありがとう、ありがとうございます、はい、っていうんで切れました。自分しか映っとらんげ、世にわからんし。あ、自分しか、え、自分しか映ってない。いや、ここ自分しか映ってなかった。うん？だってこれずっとほら。二人映るんかなと思ったけど、自分しか映ってなかった。え、それは表示のとこが間違ったんじゃん。そうかもからね。あ、ズームの一番上に表示ってあるでしょ。右上。右上で、左上、いつも出てくる。右上の表示のところにスピーカービューとギャラリービューっていうのがあるんですよ。そうね、分かっ、ちょっと待ってよ、今、メッセンジャーが入ったらもうこれ。見れる？いや、画面が変わるんや、メッセンジャーが入ったら。ああ。あの、iPad で見よったらこれがあるけんいかんのや。ああ。んで、どこ行ったのか。さっきの画面とちゃう。ズームの画面にしてもらう。で、これして、ほんだけね、ちょこちょこいつもあるんやけど、今ないんや。今パソコン、パソコン？じゃあこれ iPad でしょ。iPad でしょんや。iPad。iPad でしょってもいつも出るんで。出るやろ。出るのに消えとる。ほんだけ、こんな触りばらね関係、ボタンが消えたら、あ、ほんで、これパソコンや、パソコンで。パソコンでは、お母さんの顔が見えた。見えるやろ、うん、見える、もう、あれやら、これやら、触りばら。だけど、やっぱ、パソコンの方がちゃんと出るけん、便利は。安定しとんや。ね、うん、で、ほんでね、その、画面共有に写真を入れるにね、iPad だったら写真撮って、そのまま入っても使えるやん。だパソコンだったら写真をこう入れないかんやろ、うんうんうん、それがわからん。でこの iPad と両方開いとったらそのまま出るんや。出るな、うん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 、あるけどハウリングするけん具合が悪いやろ。あーだけん、どうしたらいいかな。水口さんとってやろうか。見てよ、けんこれで色々と難しいな。わかっ、なんかこういつもできそうでできんかったりいろいろするんでね、本当に。絶対思うんは、絶対パソコンでしたらいいんやけど、なんかマイクとかんかって iPad 使うたらやっぱりちょっと調子が悪い。うん、でいろいろやっぱ画面消えるやん。消えたらわからんのよ。うん、だけどボタンも。うん、ずっとあったらそこや、ここにあるはずやのないよがようあるけん。で、さらに周りよったら出てくるとか、場所が変わっとるとか。うん、それがなんか、もう苦手やね。ああ、そうやな。そうか。僕が今、iPhone で入っとるんですね、これが。うんうん。うん。でもそれは、ハウリングせんの？うん、ハウリングせんように、もう、入るときに、うん、一旦僕ちょっと出ますね、退出して、うんうん、でミーティングに参加っていうのがこうあるんですね、うんうんうん、でこれ参加するでしょ、うん、であらちょっとわからん、あれなんで、もしもし、先生、まだズームしよう。
ごめん、明日の朝でも電話します。ごめんなさい。ほんま、すいません。あ、ほんま、すいません。いや、10時までして、で、あと、お母さんに教えてもらえる、お母さん反省して、今、わからんとこならんよ。ライブ配信は終わったけど、今おしゃべりしょ。ね、ちょっとわからんこと教えてもらったりとか、勝利券、すいません。すいません。僕申し訳ないです。すいません。太極拳の選手がライブ見よったんやって。今な、送った件、うん、あの、メッセンジャーで送ったから、うん、そこで、インターネットを使用した通話、ダイヤルイン、キャンセル。うん、ほんで、そこのキャンセルを押すんですよ。キャンセルを押す、うん。うん、ほんなら、もうハウリングしないんですよ。あ、ほんと？うん。で、それは何？あの、iPad とパソコンと両方押しとく。うん、だけど、こういうふうにし、いえ、これで開くで、キャンセルを押すでしょ。うん。だキャンセルでもう 入ったから、ここで何ぼ言うてもハウリングしてないでしょ。うんうんうん、うん、うん。うんうん、だけど iPad だけじゃあ、ね、ほら、2つ使いよるやん。2つ使いよるやろ、僕も。使いよるけど、片一歩だけしとったらええ。うん。片一歩だけしとったらええ。うん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 。うん。分かった。うん、書いとかないか、また忘れたの。また聞けと怒られん。OK。それだったらハウリングせんけん。うん、分かりました。うん。でなかった神様カードのカード使うもこう設定しとんやけどハウリングするけやっぱりやめ先週もやめたんや。あ、これにしたらいいんやな。うん、これにしとったら多分、うん、わかりました。うん、入れてみようか。ズームして、これ消し、一旦消して、はい、で、ちょっとこれ、ホーム画面から、今のとこにあったんか、ちょっと待って、ふんふん言うたけど、どこにあったんかい、あの、メッセンジャーで送ったやろ？うんうん。じゃ自分がな、うん、あの入るにだけ、参加とかいう、まあ、どっか入るんだったら、あ、今だったら新規ミーティングをして入ったらええんかな。うん、ここで、ミーティング開始にしたら、もうつながってしまうけん、出てこん画面が。どっかで画面見たけど分からん。これ僕もこれどっちにするのか分からん。ちょっと参加だろう。いつも出てくるの出てこ。なんで。あ、そっか。こっちを押すんすね。どうしたらいいか。うん、参加で番号入れたらでも出るか。どこで出よったんかい。わからん。どこだったら。何が？今の画面と同じ出したらいいんか。今、ここに参加したいん？いや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 、今、宇川さんがほら、声消したやんか。ハウリングしないようにしたやん。その画面映してくれたけど、その画面でん？あ、そうか、写真、あ、中入ってからな。まず入らないでか。入らないかんのや。はい、入って、僕のとこ、いうか、こう、送っとるでしょ、Facebook の、あの、メッセンジャーで。うん、うん。そこをまず、あの、iPad でも入ってください。ん？
今 iPad で、これ。iPad でこうやって画面、こんな画面入ったん？入ったらいかんのや。入ってん、それで入るで、うん。入ったやろ、ほんで。入ってないで、まだ来てないよ、うちに。あ、ほんま、ほんだ、場所が違うんか。ちょっと待って。新規、ここで入らねえか。これで。これで入った？入っとらん。来てない。入ってない。うん。なんで入らんの？うん。なんで入らんの？もう一遍送ろうか、ほんなら。ちょ、待って、送ってもらわんでもいいけど、普通にフェイス、ズームに。ズームなくてフェイスブックに。うん。今、この映ってる画面はパソコンですよね。うん、そうそう、パソコン。ほんで、あの、Facebook じゃなくて、うん、あの、iPad の溝口さんの分は、うちの今のこの3人の中では入ってないんですよ。入ってない。だからそこに入るように、まずは、メッセンジャーで流した URL を、ぴょんと手でクリック押してくれたら。うん、あ、これ押すわけ？うん、うん。ほんで、ここに、どこすんやろ？これどこした？完了にしたいか。ズームのこのページが出るやん。あら、消えた。うん？こんなページが出るやろ？もうちょっと上。見え、うん。ここ？うん、そう。それをイングリッシュになっとるけん、うん。一番上のところを、なんか、押したら日本語になるんで。待って、あったわ。何書いてもさっぱわからんけん。ね、日本語があるはずや。あったあった。日本語に直してもらったら。うん。ほんでどこすん？な、入るか、起動。2行で取ると思うね。リンクしてコピーするとか、なんか、うん、コピーするんで取る。それともう一つ入るいうか、うん、2段目が入るいうことや。タップしてみてください。あ、ほんとにタップしてください、それを。これどこするん？え、青いとこをピュッと押したらいいだけや。ここ。手で。指先で。入ったのか。で、うんともすんとも言わんかったらもうしょうがないけん、それコピーして、ここをコピーして、んでサファリかなんかで開いてください。いや、こんだけコピーしていかんのか。ここでもうコピーして、あとサファリってあるでしょ。うん、ある。サファリを開いて、サファリにコピッペいうか、何言うの、今、うん、コピーしたものの URL をそこの検索のところ貼り付けてもらったら、ほんでピュッと押してもらったら入るんか。ちょっと待ってよ、これサファリちゃう。ちょっと待って、あれ、ホーム画面を編集とか、すべてのウィンドウ表示とか、リーディングリストを表示とか、ブックマークを表示とか、どこどこ開けたらええん？いや、検索のこの一番上のバーがあるでしょ。このサファリの、うんうん、サファリを押したらホーム画面を編集とか、すべてのウィンドウ表示とか、リーディングリストを表示とかって出るん。うん、サファリをコピーしたことない。だけ一番この上のところ、うん、URL をここをもうピュンと押して、下にいろいろ出とるかもしれんけど、それは無視して、あそうなんや。そこに URL を打たないかんので、うん。わかりました。わかるな。こうや、ちっともわからんねや。すんません。これ出して、もう一遍タップして、いかんかったら、
かんかったらここを押してコピーして、そこにコピーしたものを貼り付けて、待ってよ、コピーできるのか、できとるはずやもん。それでこんなんで、うん、コピーともなんとも出んのね。あ、でん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 、ここではないんやな、ここやな、ここ押してやな、コピーって書いとるでしょ、うん、青い文字で。いやー、なんかできてないような気がする、私。どうしようもないんや。リンクをコピーってここをコピーすんちゃうんかい、ちゃうんかいな、ここでかいな、こっちか、ここなんかい。あ、リンクをコピーや。うん、これで、ちょっと待って。リンクをコピーユンに押します。うん。ちょっと待って。手触りで、ここ入れたいか。これで出てくるかいの。ほんで、で、写真が来た。え、これリンクをコピー運を押しますいうんで、僕のページを今写しただけですけど、うん、うんうんうん、これでコピーして、なんでコピーできる、リンクをコピーしましたいうのが出たん、出るはずね、それで出んので。いやー、もうそれおかしい、さっき出たんやけど出ん。困ってしまう。写真山と送ってくれた、リンクをコピーしましたっていうのが、これタップス押すと、このこの写真のように下に、うん、リンクがコピーしましたいうのが出るんや。うんうん、出るはず。でんいうことは、うん、押せてないっていうことか。そういうことやと思う。うん。でもそれは僕は分からんわ、うん、その。そらそうやわ。ちょっと待って、もう変なのが出てきてからこれ困った。ちょっと待って、もう。もう一回な。これいいか、こっち。変なのが出てきてから。困っちゃった。こんなのが出てきてさ。はーて。ああ。ほんで、どうしても、あ、削除が出てきたわ。あ、消そう。あ、消した、消した。うん。消えた、消えた。うん。なんでこっからしよう。いや、また出てくる。いや、それは関係ないけん。送ったもんは。うん、そこをコピー、なんぼ押してもいかんで。ああ、ほんま。そう。ほんなら、今のどこ出したらいい、今の、ズーム、みどぶさんの、ここに、送った URL を、うん。こう、したら、まあ、ここのページね、要するに、リンクをコピーしました。リンクをコピーいうとこをタップしてもらったら、リンクをコピーしましたいうのがこう出るけん、それをサファリに、うん、貼り付けたんやろ、サファリのこの検索のところにこう、うん、ペーストする、うん、ペーストする、うん、できんコピーか、できそこまでは分からんぞ、困ってしまう、できんで、まあ、ちょっと待ってよ、自分がもうこれでもう今回今日できんねん、もう分かるようにしとっけ、ごめん、これをペーストしたら、
うちのここまで来てくれんことには、うん、行くわ。許可しますって言った時から、うん、うん、キャンセルっていうのを押さない関係、うん、現ちょっと待ってよ。なんかもうできそうにない。分からん、分からん。めちゃくちゃ簡単なことやる。え、ね、しょうもないことが分からんねん、私。これはパソコン教室いかん。からん。ズームと違うところ、ね、いやだってコピーできるはずやの。コピッペぐらいはちょっと習ってもろとかんかったら。いやいやいや、それぐらいは知っとんやけどさ、うん、この画面でするだってできんのに、なんで？しおるとこが違うんかいな。しおる位置が。自分でその画面を開かないかんの、そこの。もちろんじゃわ。だけん、ズームの中の、待てよ、ズームを開いて、ズームは関係ないんやって、今。関係ない。うん。だけど今送ってる、メッセンジャーの、メッセンジャーの、もう一遍ちょっと送るわ。ちょっと、もう分からんって、埋まってしまっとるけん。全然分からん。ごめん。これ。じゃ、だから、ほんまにしょうもないとこからね、いつも。なんか。だけこれ今送ったところの、うん、URL をまずはコピーじゃなくてクリックしてほしいんです。うんうん。ちょっと待ってよ、バッテリーがな。ほんで、ね、クリックし、したら、開く、リンクをコピー、またはをタップしてみてください。ミーティングを起動っていう青文字のとこが出るはずなんですよ。ビデオプレビューが出てしまった。もうこれは。違うんや、ちょっと待って。ビデオプレビューが出るようなことは絶対してないけん。違うとこいろいろやと思うけど。ちょっと待ってよ。だってこのリンク。したらコピーとか、サファリで開くとか、リーディングリストに追加とか、キープに保存とかが出る？あ、僕が今送った分に対して、うん、うん、やるとですか。そう。ほんなら、iPhone、iPad と iPhone は違うのかな？わからんわ、それになったらもう僕は。あ、今度なんか違うのが出たわ。いや、押すと、同じ URL 押しよるのに、違うのが出ることは絶対ないけん。ないのにね、でも違うのが出た。ちょっと待って、もう一度押してみよう。それはクルートンにはパソコン。あ、やっぱりコピーとか、サファリとか、リーディングリストの追加とか、キープに保存とかにも出る。今度お母さんとか遊びに行こうか。待て、僕もメッセンジャーと。
いや、こういう文章が出るはずなんやけどな。そういう文章かな。普通に iPad で僕やると、溝口さんの送ただ単に、ああ、出てきた、出てきた。で、え、なんか、うん。で、これで、それを、リンクをコピーか、または、をタップしてみてください。ミーティングを起動いう、二つあるんです。この二つの二行が、こう、あると思うんあでるあす。る、で、まずは、ほんなら、タップしてみてください。ミーティングを起動いう、この青いところを、こう、押してみてください。タップには青い字で書いとるとこをタップするんや。ピュッと押してみてください。反応がないと思うんです。四角で枠囲むだけ。四角じゃなくて、ただ単にもうこういうふうにピュッと押したいだけです。危ななった。見えるんか。それ長押ししてないです。ちょっと押すだけ？長押ししょんや。あ、ちょっと押すだピュン、け？ピュンともう触ってピュッと、もう0.1秒で離さないか。なんでいけ？え？もう絶対なんかこんなつくわ。これ、ピュッとこう押すだけですよ。もう、ピュンと、ずっと長押ししとったらこんなのあるで。もうこんなもんが出てしもって変のなるで。ちゃう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 、こんなんでこんななるん、青いとここんななるん。青い枠が入るん。0.1秒で押しても。ほんならもうしょうがないけん、リンクをコピーで、ほんだら次押してください。リンクをコピー。で、コピーして、なコんピー、で、あ、じゃあ待って待って、もう自分でいかんとって。コピーしましたよんが青で出とうでしょう、黒で、出とここ。る、出とる。出ました？出た。ほんなら次に、これをもう閉じてください。閉じる。完了とこうすん、上完了の。でなしに、ボタンあるんかな？溝口さんあ、の横のボタン。横でもええけん、この丸いボタどこ、丸いボタンピュッと押してもらって、ン。で、この次サファに、リ？サファリっていうのが、まあ、こういう、ある。これを開い開いてもた。らいます。なんだろう、なんか、容器出てきほんなら、サファリがいろいろ出るんです。まあ、て。今、いろんなもんが出て、こんなが出たり、自分が見よったものが出ます。全然ちゃうわ。それは違うんです。違うんです。あ、これは違違うんです。う。仕事ええんです。ほんで、ここの一番上、URL とかいろんなもんが載っとる一番、この一番こう見えのですけど、ここにバーがあるんです。これを、やったらこんなんが出てきます。よったやつですね。あ、ちゃんが出た。まあ、でんでもええんですけど、いや、だってこんな私の全然ちゃう。ほら、こんな全然ちゃう。ええんや、それで。あ、これで、あ、ほんま。ほんで、それを一旦、消してください。バッテンのここの、ここで。消えまあ、した、この。消した。ほんで、ここに、押したら、ペーストするいうんが、こう、出ます。ペーで、ストな。ペーストをします。それで、次に、開くを、下の開くを、押していただいたら、ちゃう。ちょっと待って、もう一遍消してしよう。これちゃう。要するにコピーしたものを、そもうのあのペーストで落とすんやろ？ペーストして、開くにしてもらったらもう開くんです。それができんかったらもうちょっとなかなか難しいっていう。ちょっと違う、穴が違うもいや、んで、違うてええんです。ほそれんはもう、ま。ここだけコピーしてくれたらええんです。ここですよ。これ？いや、また違うとこが、色だ。あら、どこ行ったんかい？どないしたらいいんや。いいよ。
化粧品の方でさっきも分かる。どうする、どうすりゃいいんだこれ。いや、なんか待ったら分からん。もう乗ってない。じゃあもう一遍始めからしよう。分からん。ちょっと。ちょっとトイレ行ってきます。ごめん、ごめん。できましたか。じゃあ分からん。もうこんな、こんな画面になってしもった。そこがいけんかったらもういけんわ。いけんわ。もうこれこれこれなってつながってこれなった。いや、コピーしてそこにペーストして、押した絵だけいうことやけ。分かるよ、意味分かるよ。うん、これができんかったら。できんよな。うん、これはもう初心者の、それこそ、うん、わかる、それ。パソコン教室のことやけん。じゃあ、だけどこれ、押すやろ？これ、青じゃないけど、グレーみたいな字でやろ？リンクをコピーしましたって出てきたんで。うん、そうそう、もうコピーしとるわけやから、もうあとはもう。すぐ出てくると思うわけ。ちょっと待ってよ、んで、これを。消して。検索するそこのところにコピーして、あとは検索という、まあ、いつでもしょるようなやつ。うん。しょる。ほんだら、ほんだらこれになる？押すとこが違うとん？私が。このさっき、ちょっと待ってよ、もう一回。だけ、さっき送ってくれた、ここ。ここのところをコピーしたらいいんやろ。そう、コピーするんじゃなくて、それは立ち上げるん。そこをタップしたらもう。うん。で、あ、そうそう、立ち上げて、あれ立ち上がっとらん。で、リンクをコピーいうとこを押してみたら、コピーして、で、コピーしたら、あ、コピーしましたが、でん。ちょっと待って。リンクをコピーしましたよが出たら、うん、でそれをだからサファリのとこへ持ってきて、でここを消して、ちょっと見え見え、もうちょっと上に、うん、でこここれを消して、ん、いけん、もう出とんちゃん、これで見つかりませんか、ミーティング、ミーティングを起動、ミーティングを起動で押してみて、うん、で、ほんだらこれになる、ビデオビュー、ビデオビュー、あ、ちょっと、あ、そうか、ほんだけんビデオ付きで参加、それで、うん、ほんだら、ここまで来たけん。ほんで、許可する、します。はい。ほんだら、出たでしょ。うん、うん。これ。あら？あら？顔になった。言ってしもった。
え、僕の、え、僕のはそれ、しょうがないな、ほんだら。どうしよう。ハウリングするね。待ってよ。この画面、いつも見るような気がするんやけど、ない。ほんなら、一番下のとこの、このオーディオっていうとこありますか？オーディオ、オーディオ、ちょっと待ってよ、オーディオ。ミュート、普通のマイクになっとる。だけど、それをまず、もう消してください。うん。あ、ほんで、オーディオにするんや。うん。じゃあ、どないしたらなる？こう押さえたら助かる、なるのな。もう一遍ちょっとそっち入らん。どこまで来とるけ？すいません。普通これなんか押したらオーディオになるはずやけどならん。うん。マイクの切り替えにしかならん。だけどなるときとならんときがあるけん、またそれもようわからんで。押すとこが悪いんだろうと思うけど。やっやろ、ミーティングに。参加でビューをつけて参加。やろ、動かします。で、これでこう今なっとるね、こうなって、うんうんうん、なっとるところのミュートを切ったけどいかんな。どうしたらいい。こうなってしまった時でもちょっとわからんねえな、俺が。いつもなんか見終わったら出てくるんやけどな、その画面。今日出てこない。だけど日によって出たり出なかったりするんがわからんのや。うん。うん。こんなや。ミュートのボタンを押しとしたらオーディオになるんやろ。なんか本に書いとったら消すんやったら消すんやけど、この前に入る前にね出るんですけどね。うんうんうん、そうそうやな、うんうん、入る前にあの印が出る。あれあれでしょ、うん、なんか見る何回か見たことあるんで、でもなんか出てこん、うん、なんなんお姉ちゃんだ。わかる。オーディオの切り替え、切断。オーディオの切断してください。ありました。詳細のとこに入っとんや。入っとったん。うん、詳細の3つボタンのとこに押したらオーディオの切断とかいうのがあって、あ、切断してくれたんや、うん、あ、そうしたらあれなるんや、耳のやつなるんや、うん、うん、そこでするんや。これ僕 iPad 知らんけん、やってないけん分からんねんけど、うん、うん、あの3つの詳細いうとこのボタンを押したら
詳細用が あったんですか、うん、マイクがあってビデオ停止があって共有があって参加者があってその横、うん、ちょっと待ってよ、これで止まるんや。ペースト開く開くてこんのや。ビデオ付きで参加。これで、僕の方が許可する。僕はこうやってね、出るんですよ。ほら、見えんかもしれんけど、この3つの、うんうんうん、この真ん中に出て、うんうん、でもうキャンセルを押すんですよ。ほんならもうこれのままで全然ハウリングせんでしょう。うんうんうん。うん、だけど多分、だけど今ので、このこれにした、オーディオのこれにしたら、多分音が出んようになるいうことやけん、ハウリングせんことな。ああ、そうそう。だけどここのとこはもうオーディオ、このヘッドホンのほら、オーディオになったでしょ。ここ、要するに、このマークになったら出ない。ええんや。ハウリングせん。わかったわかった。ああ、押しとくはちゃうんや。ああ。で、その右の端の点が3つあるやろ。あるあるある。あ、そこの中にオーディオ切断が。あ、そうなんや。うん。はい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 。だけインターネット通話したら、あ、これでね。うん。オーディオ切断。うん。はい。疲れ、教えるも疲れるの、ごめんな。いい眠りしちゃったよね。どんどん酔いが覚めてから。もうな。すみません。やっとできた。やっとできた。まあ、あと一つだけまた教えて、その、何、画面共有する写真。写真はもうこれでやらなんだ、僕は分からん。iPad だったらできるんやけど。だけど今のをもう、うん、オーディオ切断にして、うん、iPad でしたらええんちゃん、うん、あ、そやな。あ、そやな。うん、もうそれでええんやんな。わかったわ。そうせんと、またこれでまた移行して、どのこのショール言ったら、写真の移行いうんはもう、うん。無理やわ。無理やわ。じゃもうかなりこんな大きい、うん、またそっちに容量があるかないかとか、もうそこなったらパソコン教室のもう部類になってくるけん、僕ももうそこはちょっと要せん。うん、わかった、うん、これでオーディオにしてします。ほんなら十分できるわ。意味がかかった、すみません、お疲れ。教えるは楽でないな。いや、ほんと。ヘトヘトヘト。わからんけど。うん、なんほんまのボタン一つがわからん。ほんまにね、なかなかね、目の前まで来とってもね、わかりにくいのはわかりにくいわ、ほんま。で、ほんでほら、うん、最終的に説明書いとって、で、説明まで読んだらできるやろって、そこの最後はわからんのがようある、私。で、また、水越さんがまた高等な、あんまりできんにもかかわらず、パソコンとか iPad とかいろんなもん使おうとするけん、興味はあるんや、何でも。一つのことを多少できるようになってからしてくれたらええんやけど、あっちもこっちも言ったら俺もできんし。困る、すみません。まあ、助かりました。ありがとう。うん、これは、熱っ。まあ、もう一遍の見直してもらわないか。もう食べてしまったでしょ。もう一回ぐらいどっかでせないか、また忘れるわな。もうやっとってくださいよ、うん、もう買い取ってくださいよ、うん、もう、うん、買いとく買いとく、もう怒られるもん。もういつまでも教えませんよ。そらそうや。ありがとう。ああ、世話になりました。よかった。よかった、できた。すいません。うん。だけまあまあ、これで、やっていただいて、うんうん、で、なぜかライブ、みんなの時はできんかったけど、ね、ああいうふうにライブっていうのができるので、うん、うん、うん。うん、
まあ、あの時にこんなんしょんですよって伝えたら伝わるわな、みんなうに。んうん。それこそ練習せないかんけど、練習せん不安ってみんけなどね、見もうようんや。これになったら今度も Facebook との連動から何から言うと言ってけんもう、もう一つの穴掘ったらもうずーっと永遠教えないかんけど、それはちょっとできんで、ね、僕でも。あ、まあ、そらそや、そらそやわ。なあ。まあ、イベントで。一つのことが分からんかって、分かってきだしたらもう全部いくんじゃわ。もうパソコンの容量から、パソコンから写真写しから言って、そうなってくるんよ、ほんまに。うん。まあ、ぼちぼち、まあ、こっちでも習いよるけん、まあ、また教えてください。全くできんかった、なかなかか。やっぱりなろうても、何言うか忘れとるけん、本見もってやっぱ帰ってしょおるわ。な、ほんそうならじゃ覚える。復習せんかったら絶対忘れとるけよ。うん。まあ、まあ、ぼちぼち努力しようんで、また協力してください。はい、まあ、まあ、返事しとないって いや、まあ、すいません、長よいかっこたよかと。った。うん。はい、ほんならこれで、まあ、とりあえずメモだけしとってください。はい、わかりました。すいはい。ません。ありがとうございはました。い、すよいかまっせん。た。まあ、とりあえず今日寝ます。はい、おやすみ なはい、さい。すいほまなせん。ね、はい、はい、はい、失礼しはまい、ありす。がとうございます。はい。